エジプト第21王朝。エジプト第21王朝。紀元前1069年、紀元前945年は、第3中間期の古代エジプト王朝。主にゲージプトと上、エジプト北部を統治し、南のアメンダイ司祭国家にも隕石関係を通じて、権威を及ぼした。新王国時代に比較して明らかに建造物の規模などが小さくなっており、 国力の弱体化を推測させるが、完全に無傷な状態で発見された、プスセンネス一世要望が残されている。当タニスに置いたことから、タニス朝とも呼ばれる。第21王朝時代の歴史を記す資料は少なく、成立の経緯もつまびらかではない。ただ、王朝開始の年代を紀元前1069年に置くことは、ある程度広い支持を集めている。第20王朝の末期、 第2 5王朝のラムセス11世とは別に、上エジプトのテーベ、古代エジプト後、ネウトにあるアメン神殿を中心に、アメン神観覧が事実上の独立勢力、アメン大司祭国家を築き上げいた。そして、下エジプトでは、スメンデス一世が独自に、タニス市から海岸に至る三角州地帯を勢力下に置いていった。スメンデス一世は、アメン大司祭国家がシリアに向けて派遣した死者。 ベンアメンシルシタ報告書に、事実上のカエジュプトーとして登場するネスーバネブジェドと同一人物であると考えられている。彼の経歴は不明であるが、ラムセス11世の時代に、軍司令官の座についていた。そしてラムセス11世の死後、その娘をめとって、王位を確立したと言われている。スメンデス1世は、第二十王朝時代に王宮が置かれたペルラムセス。 ラムセス氏をはじめとした各地の古い建造物を解体し、その建材を使って新たな首都タニスを大改修して、首都にふさわしい都市に咲く変えた。こうして根拠地を安定させた。彼は、上エジプトのアメンダイ司祭国家に対しても、権威を主張し、限定的ながら、これを認めさせることに成功した。このことは、彼がテーベのカルナック神殿で、 建築活動を行っていることなどから確認される。スメンデス一世死後、王位を継承したのは、かつてのアメンダイシサイヘリホルの息子アメンエムニスであった。彼の即位をめぐっては、激しい拡築があり、即位に反対した多くの人物がリビュアへと追放をれた。アメンエムネストの知性は短く、ついで、プッセンネス一世が即位した。彼も、 アメン大司祭パネジェム一世の息子であり、母は第二十王朝のラムセス十一世の娘であった。プスセンネス一世の時代にはかつてアメンエムニス、即位に反対して追放された人々の帰国が許可され、タニス政府とアメン神殿の間で関係改善が図られた。プスセンネス一世の娘イシスエムケブとアメン大司祭メンケペルラーの間では婚姻が成立し、こうした 濃密な血縁関係によって、南北の王家の間に協力関係が構築された。このことは、タニスで旧来崇拝されていたステク、セトガミやアジア起源のアスタルテメ神に代わって、テーベの神であるアメンガミ・ムトガミ・コンスガミの神殿が建てられたことなどからも証明される。ルックス・センネス一世の長い治世の後、王子アメン・エム・オペトが、ついで大イオ・ソルコンと呼ばれた王が即位したものの、 彼らの知性に関する具体的な記録はほとんどない。その後即位した王はパレスチナ地方の動乱に介入したかもしれない。旧約聖書サムエル期に登場するエジプト人、あるいは列王期に登場し、カナン人の都市ゲゼルを攻略し、持参罪としてソロモンの日となったエジプト王女に与えたという王はシアメンにあたると言われている。シアメンの王名が 各地の記念碑文などに残されており、彼は、比較的強力な王であったと言われている。最後のオープス・センニス・ニセヒの知性についてもやはり、詳細はわかっていない。彼は娘を傭兵として、エジプトのブバスティスに定住していた、リビュアの有力者シェションクと結婚させた。この婚姻を軸に、シェションクは、軍司令官として、勢力を拡張し、やがてはその血縁を持って、 エジプトの王位を主張、第22王朝を開き、第21王朝の勢力を継承した。タニスで発掘を行っていたフランス人学者ピエール・モンテは、1939年から1940年にかけての発掘でプスセンネス一世の王母を発見した。このプスセンネス一世王母こそは古代エジプトにおいて、現存する唯一の未洞窟王母である。 トトアンクアメン、スタンカーメン王墓でさえ、小規模ながら二度の洞窟を受けており、極めて貴重な事例である。プスセンネス一世のミイラが収められた赤加鉱岩の石棺は、王家の谷にある、第19王朝のメルエンプタ派の石棺を再利用したものであった。また、その内側の黒加鉱岩の石棺も、所有者不明ながら新王国時代の王の石棺を再利用したものである。 このことは二つのことを立証する。一つは、テーベに隣接する王家の谷から資材を得ることができたことから、プスセンネス一世がアメンダイ司祭国家とかなり友好的な関係、あるいはそれに対する権威を保持し得ていたことである。もう一つは、王家の谷から貢権力によって洞窟が行われていた事実であり、その他の副葬品にも再利用物が含まれている。 プスセンネス一世王募には、王妃ムトのジメトの埋葬室も作られたが、面白いことに発見された時ムトのジメトの埋葬室に眠っていたのは、ムトのジメトではなく、その息子であるアメン・エム・オペトであった。さらに他のいくつかのミイラがこの王募から発見されており、おそらく崩壊しかけた墓に埋葬されたミイラが、次々とこの王募に運び込まれたものと推定される。 第21王朝の王に関しては、マネトの記録による王名が慣習的に用いられている例が何件かある。以下の一覧は、マネトが記録した歴代王の一覧である。一方同時代資料などから復元される歴代王の一覧は以下の通りである。なお王名は原則として、即位名、上下エジプト王名、誕生名、ラーの古名の順で記す。 イコールで結ばれた名前はすべて即位名であり、括弧内にはマネとの大一覧との対応を記す。また、在位年代はすべて参考文献。ファラオ歴代史の記述によるが、年代決定放送の他の問題から異説があることに注意されたい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。